はい、こんにちは。栃木の竹志農場です。アクセルペダルがね、壊れましたので交換しました。で、アクセルペダル、これ壊れた方なんですけど、2つのパーツに分かれてます。うん、これがね、本体に取り付ける部分です。で、こちらがね、動く部分ですね。で、アクセルペダルを踏むことによって、このロッドを押して、アクセルを調整するという機構になってます。で、ここにね、爪が、この穴に爪が入ってるんですけど、この爪が折れてしまいました。で、こちら側の爪はね、今残ってるんですが、こちらの方の爪は折れてなくなっちゃってます。で、ブラブラの状態になってたんで、これをそっくり交換しました。で、部品としては、この取り付けの部分と、この動く部分ですね。これがアッセンブリになってます。で、ここにね、割りピンが入ってますんで、これ取り付けて割りピンを入れて完了ということでね、トラクターのアクセルペダル。いや、走っててね、いきなりね、ブラブラになっちゃってね、これブラブラになっちゃって、ちょっと焦ったんですけどね。アクセルペダルが壊れましたのでね、はい、調整しま、修理しましたという動画でした。はい、お付き合いありがとうございました。はい、こんにちは。栃木の竹志農場です。トラクターのね、っていうか農機具の、修理がちょっと続きます。で、これトラクターの、アタッチメントをね、装着する部分です。はい、で、うちで使ってるのは 3S っていうアタッチメントです。で、ここのね、トップリンクを合わせるとロアリンクが、もう自然と決まっちゃうんでね、これで、トップリンクのカラーを引っ掛けると1回で、作業機が装着できるという機構になっております。で、今はね、ここにこうドライブシャフトが通ってるんですけど、ドライブシャフトも、一括してガシャンと取り付けられる 4S っていうのがメインになってます。うちはね、またその 4S になる前の 3S っていうアタッチメントです。で、トラクターのこの取り付け部分には、この左右のね、フレを止める、チェックチェーンっていうんですけど、がついてます。はい、で、よっこいしょ、よいしょ、よっこいしょ、もうこっちじゃねえと見えねえか、この辺で見えますかね。はい、これがね、チェックチェーンです。これターンバックルになってます。で、このターンバックルが伸びた状態で、今回ね、固着してしまいました。で、そうしますとどういう状態になるかっていうと、ちょっとまた画面も戻しますね。よっこいしょ。はい、チェックチェーンっていうのは、この白いね、アタッチメント自体を左右に触れないようにね、するための触れ止めです。で、右側がね、伸びてしまったということは、この白いアタッチメントが左側に全体的にずれてしまうということで、どういう事象が起こるかっていうと、今回は、タイヤをね、だいぶ傷つけてしまいました。よっこいしょ。よっこいしょ。
はい、こういうふうにね、タイヤがちょっとえぐれてしまいました。で、多分もうちょっと上がった状態なので、よっこいしょよっこいしょ、ああダメだね、まあ角度的にはこの辺が当たった、あ、これだ、この出っ張りだね、はい、この出っ張りです、これが当たったのかなっていう感じだよね、場所的にはね。でタイヤがちょっと内側がえぐれてしまいました。ん、これ今映ったかな、よいしょ、ちょっと待ってね、でっかくします、はい、はい、これですね、これが、タイヤの内側に当たってタイヤがえぐれてしまいましたで、まあこれ、チューブレスではないのでチューブ式なので多少ね、タイヤにダメージがあっても、まあ空気漏れるってことはないんですけどね、あまり欲は ないよね。まあ実際は地面に当たる部分はね、傷がないんで、まあどうってことないんですが、今回ね農協さんの方に、調整してもらいまして、チェックチェーンの遊びっていうんですか、本来は、5センチぐらい、これがね左右に触れるように、こっちとこっちに触れるようにちょっと緩みを持たしてるんですが、今回はピンピンに貼ってありますねもう二度と緩まないようにということで、ピンピンに貼ってあります。まあ別にそれでも問題は ないですけどね、トラクターがねまっすぐ負荷がかかれば特に、チェックチェーンの遊びはなくても壊れ ないです。ただロータリーを下ろした状態でハンドル切りますとどこに負担かかるかっていうと、ロアアームではなくてトップリンクにかかります。よっこいしょ、この上の部分ですね。で今1、2、3、4、あ、これは違うわ、1、2、3、4、片側4本ですから8本、それと上にこの2本、10本で止まってるんですが、あ、ここが割れました。私がね、勤めていた会社では、やっぱりトラクター使ってるんですけど、これ三菱でかなりがっちり作ってあるんですが、クボタの場合はこの部分もうちょっとコンパクトにできてます。この半分ぐらいの大きさですなもんですから、この部分が割れてしまって、そっくり交換ということになってしまいました。えらい修理です。でパッと 見たら、ロータリーが真ん中に来てないんだよね。なんで、ちゃんとね左右のチェックチェーンで調整してるはずなのに、なんでロータリーが真ん中で来ないんだろうと思ってたらね、トップリンクが割れてましたこらダメだと。トップリンクは割れますとね、作業やってて、私が気がついた時はクラックが入ってちょっとずれてた程度なんですが、完全に割れちゃいますと、もうこの上の部分がねブラブラになっちゃいますんでねもう トラクターで持ち上げることできなくなっちゃうんで、多分ユニックで吊るか、あとはフォークリフトで持ち上げないとね、ロータリー持って来られないんで、まあ完全にね、割れる前に一応気がついてね、使うのを止めました。はい、そういうことでね、今ほとんど 3S から 4S になっちゃってると、このチェックチェーン、先ほど言いましたね、チェックチェーンがこの両端についてるんですが、これの点検ってほとんどやりません。なもんですから、まあ時々、
年に1回見てればいいと思うんだよね。年に1回ちょっとね左右に振ってみて、これはちょっと遊びがなさすぎるんで、まあ5センチ左右に5センチぐらいずつ振れてもいいのかな。もうちょっと少なくてもいいのかな。まあピンピンも良くないんで、多少振れる程度、メーカーさんで推奨どのくらいっていうのがあると思うんですが、それに合わせるようにしてください。でないと、チェーンが、ロアアームが当たってね、先ほどのようにタイヤが削れてしまいます。それと、まあ、先ほど言いまし、やりました、ユニバーサルジョイントですね。まあ、スパイダーっていう呼び方をしてるらしいんですけど、ユニバーサルジョイントのグリスアップ。特にあの、三洋機側、こっち側、手前側できるんですけどね、奥側は多分こういう巻き込み防止の大きいカバーがついててね、多分外さないと点検できないと思います。まあ、うちなんかもね外さないと点検できないんで、これもね年に1回ぐらいはやっておいた方がいいのかなと思います。はい、そういうことでね、チェックチェーンを修理して左右の振れをね、JA さんの方に、農協さんの方に調整してもらいましたという動画でした。お付き合いありがとうございました。